はい、それではね、トライアルズライジングの実況をやっていこうと思います。今日はですね、プラチナ取るまで終われませんということで、この MX アンドシティ、このコースにね、挑戦していこうと思います。一応もうすでにね、プラチナの記録出してるんですけども、一応基準タイムが、プラチナの基準タイム47秒950ですね。はい、この記録をちょっと、実況しながら出せるように、ちょっと頑張っていこうと思います。はい、最初はね、普通に1回走ってみようと思います。バイクはね、ラインのでいきますね。よいしょ。はい、よいしょ。めっちゃ飛んだ。よいしょ。はい、でここが、よいしょ、ゆっくりね。ちょっと飛んだけど、ここ上まで行きたいんだけどね、なかなか行けないです。飛んで、回らなくていいか。ここも、そんな飛びすぎないように。もう一回ですね。こういうのが3つぐらいあるんですよね、このコースね。全部、がっつり飛んじゃうと、めっちゃタイムロスになるんで。何秒 ?49 秒074ですね。もうちょっとね、1秒ぐらい、あと縮まれる。はい、じゃあ頑張ってね、やっていきましょう。最初ね、いろんなやり方あるんですけど、ここはね、アクセル離してくださいね。エンジンブレーキかかるんですよ、アクセル踏んでると。だから本当に高速で、ああいう下り坂の時とかは離した方が早いですね。この辺はもうつけてもらっていいですよ。よし、いけいけ、よし、いった。上回ってるけど、ちょっと手こずったな。0秒1。よし、はい、ここもふわっ、飛んじゃったよ、もう。さあどうだ、だいぶ遅れたぞ。ちょっと待って、はいはいはい、いけるか、一発でいけるか、一発でいけるか。なんぼだ、47秒650、はい、出ましたね。やっちゃった一発で。はい、そしたらね、さっき走ったやつとは違うんですけども、もうちょっとだけ早い、僕の、ベストの、記録が残ってますんで、それをね、一応見ながら、解説するところは解説、していこうかなと思います。よし、では始めますね。最初はね、もうね、回らなくてもいいですけど、もうアクセル離したまんまで OK です。この辺もずっと離したままでいけますね、の方が早いですね。この辺からかな、出すとしたら。で、普通に回ってもらって、で、まず最初の関門ですよ。ここ飛びすぎない、ここ飛びすぎない、ちょっと飛んでますけどね、これ、で、ここなるべく上まで頑張ってください、よいしょ。で、ここも普通に行って、ここも飛びすぎない、これぐらい飛んでますけどね、本当はもっとぴったり行くぐらいがちょうどいいと思う。で、ここもね、同じく飛びすぎない。それだけ。もうここは思いっきり前に向かって飛んで、最後ゴール。はい。もうこれでプラチナは大体取れると思うんで。飛びすぎないのと、最初アクセルを、離す。それだけ。こんな感じでした。はい。はい、そしたらね、一応 MX アンドシティ、プラチナメダルの記録出せましたので、今日のところは、これで終わりにしたいと思います。またね、他のコース順番にやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。